5さあ、番おわらくんかのらプレイか。ヤーは発言してください。はい、5番のたくまこよ。はい、ということで、1周目は、発言聞いたところで、そうだな。結構思考が似てる人は釣らないかなと思ってるかな。あと基本的に女の人はちょっと自分視点だと釣れないかなと思ってるから、男の人の中でしっかりと考察をしていこうかなと思ってます。はい。なんだろう。あとは、役職を透かさないでほしいかなと思ってるんで、できるだけ役職に関してはあんまり透かさないで進行してほしいかなと思ってます。はい。ということで、6番さんに回します。あ、スパチャありがとうございます。6番のプレイヤーは発言してください。はい、5番のワラ君似てるね、結構。声似てるし、言ってる内容も役内の透かさないでっていうのは印象がいいね。ただ女性に関しては、自分釣りたくないんじゃなくて白く見えちゃう病気ね。釣りたくないわけじゃないんだけど、なんでか白く見えちゃう。それは病気だから、そこが、ちょっと5番さんと違うとこかな。もうそこまで一緒だったら、もう完璧に同陣営かなって思いました。あと、進行論言うなら、占い真偽をしっかりつけてほしいですね。どっち新芽か偽芽かを、ちょっと言ってほしい。それで結構 LINE 見れるからね。やっぱ占いに狼出ると思うんで、LINE がめちゃくちゃ見れると思うんで言ってほしいです。7番のプレイヤーは ミサ発イ言してく白くだ見さられい。たことないんです結け構ど。6番さん似てますね。7番の眠りのたくまで占い師でした。ランダムで1番さんに白が出てます。グレーの星座なんだけど、5番さん、役は透かさないように動いてほしいって言うんだけど、5番さんの役がそれで透ける場合もあるから、あまり無理ありがない発言かなとは思いました。6番さんは占い師の真偽しっかりつけてほしい。まだ色落ちないかなっていう感じですね。役に関しては出ないでください。やっぱ役出ちゃうとそんなに強くないと思うんだよね。これやっぱ思だ考。から役は潜伏してほしいなと思います。絶対潜伏になちょっるとおね。手洗い行ってきます。8番の試プ合レイ中ヤーに行はかな発い言よ、して俺くだは。さい。はい。とりあえず、さっきのやつと今回ので思ったのは、思ってた以上に6番さんの声は高かったっていうのがあったんで、何回か聞いていくうちに多分ちょっとずつ寄せていけるんじゃないかなって思ってます。で、さっき7番さんが5番さんのその役すかさないでっていう発言で役すけることがあるかもって言ってたけど、それを言うことで役すけるってなんかちょっとよくわかんなかったんで、なんかもし例とかがあるなら2周目で7番さんにはそれを教えてほしいかな。で、多分まあこの後問題というか、普通にこの後まだ占い師が出てくるんだろうと思うから、占いの精査はそこでしっかりとしていこうと思います。9番ああ、の面プレイ白いヤーはね。発言してください。不安なたくまです。ああ、これもグレーが難しいんだけど、8番さんが5番さんに役すかしとか言ってたんだけども、そうするとじゃあ8番もすかしてんじゃないのっていうふうに思ってしまったんだけど、これどうなんかな。グレーはちょっとまだ精査できないんだけど、あと8番さんのあと占い師がもう一人出るってどういうことなのかなって、ちょっと不安なもので、これ難しいよね。スパチャ。1番わのプかんレイないヤーんだ、はハンターで発言黒しくてくないだ人いさい。るからね。いや、これ旧狂人やろ。9ははは、番さんって旧スパ狂チ人ャーやって言っろ。てたけど、本人そスこパはチャーっ同て一言じ。も言ったことないからね。
で、グレーの星座なんだアけテど、ン5コ番ダさスんにパ関ゼしてはリちょっガト。とまアだセン新ゴ語ロン論ダだケけナなンんバで、ナ色落ナイちはス。ない。ゆでたで、こ6ろが番ごさん、飯こなれのちで、ょっありがと、と俺う。本人かと思ってびっくりしちゃったよ。もう6番さん、ちょっと、俺今日釣りたくないかな。6番さんってめちゃめちゃ似てたからね。あと、6番さん、かなりリラックスしてた。見だせから俺、た6く、番さんはマスね、キーさん狼なか。いと思うけどな。で、7番さん、俺にしろ見ね。せたくこまの時が点で似俺、てかっこいいる。ないから。7番さん、死んでみたいんだけど、ただ7番さんって、なんか発言の最後にトイレに行くって言ってたよね。俺、死んならちゃんと発言聞いてほしいな。だから7番さん、2周目しっかりコイン追これ加ニしてセタね。クマさんじゃ追な加いしかないらと死ね。ん切これるマかスらピーね。さんだけどね、2番のプ誰レイだヤーろはう。あ、ペ発ン言ポしンてくさん。ださい。これタクネコ占い師だったんだけど、8番さんに白いのドピュッと出ちゃったね。出6番ちゃっさた。ん、女性が白く見える病気って狼あると思うけどな。かなり狼あると思うけどな。対抗の7番さんは発言前のとこに白だから強靭あるんじゃないかな。9番さん不安そうだったね。5番さんはたくまじゃなくてたくまこっていうところが把握漏れがちょっと黒いかなって現状思ってるかな。白って出てるけれど、8番さんかはわ似いいてきタたコなっマやて、ね。その感想だけ、精査じゃなくて感想だけ残していきたいと思うんだけど、これむずいね。3番のプレイヤーは発言してください。はい、真の占い師です。お、6番さんが村人陣営です。六白。7番さんが狼、2番さんが狂人だと思っているよね。そうだね。9番さんからの流れが気になったやっぱな。ね、役ないのすか8さ番な、すさんかさがないと7狂人番仮面あさるんから狂に人も出るか。占い師が出てくると思ってるってどういうことっていうのを残すのであれば、9番さん目線って78浪か81浪とか見えるんじゃないのかな。そこまで言及しなかったから79浪ちょっとあるのかなって思っているかな。7番さんが狼に見えたから2番さんが狂人に見えているかな。より猫さんちょっと今日アピールしてたような気するな。さあ、ファクトキさんは。4番のプレイヤーは発言してください。はい、こんにちは、パクマです。これちょっと難しいよね。初週9番さんが訳すかしてたから、狂人マークつけたんだよね。だからね、占い師新郎ローもね、ちょっとあるかなと思ってんだよね。振動で、の。現状ちょっと占い師ね、ちょっと2番さんがパッション的にちょっと進化かなって思ってるから、ちょ、これ難しいけども、そんな感じかな。これ、この村、たくましかいないから、男しかいないはずなんだよね。だ、5番さん何が見えてんだろう。ちょっと怖いよね。アスパチャありがとう。5番のプレイヤーは発言してください。ああ、これ、どこが死んだのかうまいな、わらな。くも。占い師が7番ちゃん、2番ちゃん、3番ちゃんなんだよね。もう基本的には釣り切りが一番強いと思ってるから、釣り切りたいけど、狩人の役職に関しては、前線副ってお願いしたいですね。はい。その方が確実に勝てると思ってるんで、潜伏は絶対でお願いします。そうだな。7番ちゃんはまだ2周目かなと思ってて、まあ、7番ちゃんの5番叩きはちょっと違ったかなと思ってるから、違うかなと思ってるけどな。
なんか、2番ちゃんの発言が若干たくまっぽくなかったんだよね。たくまの村からすると、2番ちゃんはずっと期待かなと思うんだけどな。このまま行くんだったら2番ちゃん行きたいんだけど、2番ちゃんって女の子だから白く見えちゃうんだよね。ああ、これどこ行くかな。わかんないな。発言は聞いて決めるけど、おかしいと思うのは2番ちゃんだけど、2番ちゃんが白く見えるんだよな。6番さんはどう思います？6番のプレイヤーは発言してください。はい、現状釣りたかったの9番さんから、9番さんの位置で釣り位置言わなかったから、現状自分も強靭マークつけたんだよね。だから、その強靭マークつけた1番さんと4番さん、結構思考似てるんで、同陣営かなと思ってて、占いに関してはどうだろう。7番さんが人狼だったら、喋ってないところに白落ちはリスクがあるから、7番さんの狼結構薄いかなと思ってる。で、役職ないのすかさないと、やっぱ強靭アピールできないから、やっぱり出たんだと思うから、そうなると、2番のゆりたくまちゃんが、7番さん強靭もあるのかなって言ったのが強アピールじゃないかなと思ってるかな。それか、3番さんが9番さん釣られそうで3仕様になった可能性もあるから、3番さんの狼持ってます。どうだろう、2周目聞かないとわかんないけど、9番さんがめちゃくちゃ黒かったら3番さんの狼結構あるかなと思ってるかな。ちょっと釣り先は2周目聞いて決めようかな。現状7番さんには行かないでいいかなと思って、2番さんか3番さんどっちか発言聞いて入れようと思ってる。グレーに関してはもう現状9番さんが最黒かな。4番さんも5番さんも、4番さん2番さん白いだけしか言ってないけど、5番さん2番さん釣りたいって一応情報残してるから、そこまで狼追ってないよね。2番さんか3番さんに行こうと思います。7番のプレイヤーはなんか発言俺しもてなくんかだゆっさくい。り喋んないといけなくなって。太鼓の打ち明けなんだけど、こあ、れほいちゃん難来てくしれいてあり場が面だとね。どっちかっていうと3番さんの方が狼には見えてる。3番さんって6村人陣営でしたって言ったんだけど、新郎ロの場合もあるよね。新京ローで確定してないのに6番さん村人陣営って言ったところが色う透けてんじゃん。ないかなと思ったね。だから3番さん狼2番さん強靭で見てます。で、あと8番さんに言われたんだけど、5のどこが役を透かしてたんだって言われたんだけタど、コアがい一や5番番芯さん取れ役ての人ない。は前線服でっ笑い取てれてない。人に指示するってことは自分が役ないっていうのを透かしてるよね。いや、5番さん、それ無理なかったと思うんだけどね。5番さん、全然無理ない。あ、いいタイトルだね、それ。それタイトルにしよっか。だから僕は3番狼、2番強靭だと思ってる。ああ、ついてないなって3言仕え様ばによなっかったった。ていうほいこちとゃで、んもしがかしたら気に入って8く番れさんたらがもう一囲回わ言おうれかてな。38ローで3番さんが出てきたっていう線もあるかもしれない。どうだろうね。似てるまあ、ね、とりあ俺えず、も。今日は2番3番の意見聞くんだけど、3番に行こうかなとは思ってます。ちょっと手俺グッ洗い行ってチョきね。ます。タイトル考えておいてください。8番のプレイヤーは発言してください。あれ、5番さんが前線服をすごく強く言ったのって2周目からじゃなかったっけ？ 1 周目もそれっぽいことは言ってたかもしれないけど、あんまりそこ強く言ってなかったような気がするけどな。
なんかちょっともしかしたら気のせいかもしれないけど、でも7番さんの位置とその占い先の位置的にはやっぱ7、2、3で比べたら7番さんが一番まあ新芽はあるのかなっていう感じがしてて、9番さんの共鳴っていうのはまあなんか1、4、6の人は拾ってたみたいだけど、なんか別にそんなでもないんじゃないかなって勝手に思ってました。で、2番さんと3番さんなんですけど、ちょっといない人のことを言って悪く言って申し訳ないですが、2番さんはすごいビッチのゆり猫って人に似てたと思います。だから2番さん釣りたいです。9番のプレイヤーは発言してくああ、だもうさい。三人が見つけました。はい。めったにないけどね。三四五だよね。これ難しいんだけど、4番さんかな。もし、俺が、狂人だったら、シンロウロウって言ってたんだけど、それはないんじゃないのかな。それだったら、それはないと思うんだけどな。あと、なんで5番さんが、狩人出ないでって、前世って言ったのかな。ムラリがないと思うんだけど、普通、あ、狩こん人がばん出は、ないっこていれ、うこちょとっと、は、不安なたくまさんがハンター片だった潮にり。刺さってるっていう認識でいいと思うんだけど、他の大占根いね。生産わかんないね。2番、3番の話も聞いてないから。あと、この村って男の人しかいないって聞いてたんだけど、なんか一匹違う人が混じってる一んだけ匹 ど、この村、ヤル村ですか？ちょっとそこから疑っちゃうんだけど、現状占いのとこだったら、3番が狼に見えてるのであれば全然3番勝ててもいいし、まだ占いはフラットって感じで、その相方って考えるとちょっと5番さんが臭いのかな。その役職出さないっていうのがあるから、グレーだったら5番だな。スパちゃんありがとうございます。1番のプレイヤーは発言してください。いやー、これ難しいな。もう俺、三振を苦手なんだよね。現状グレーで最初の6番さんかな。あ、6番さんって俺とかなり視点が一緒なんだよね。俺も9番さんに強靭マークつけた後に2番さんが出てきて、2番さんがなんか7番さんを狂気したとこで、かなり強靭めかなって思ってた。で、そこに3番さんが出てきたから、俺今日二釣りでいいんじゃないかなって思ってるかな。まあ2番さん女性なんだけど、ちょっと正直タイプじゃないんだよね。ひどで、グレーで、時点で白いの4番さんかな。4番さんって、占い神羅を追ってたんだけど、これ狼だったらわざわざこんなヘイトガイのこと言うかなって思ってて。あと9番さんも三四になった段階で、これ占いが新居ローだった場合って9番さんかなりヒットポイント低いと思ってるから、俺ほラストウうほう。ルフ5、8のどっちかじゃないかなって現状は思ってる。五か八。な。あと7番さんもちょっとトイレ行き過ぎね。ちょっとスパチャもらって、それではしっかりおまる買ってほしい。あ、たくまさん、スパチャありがとう。2番おのまプる。レイヤーは発お言してまくだる。さおい。まる知らない人いるんだろ。これ死んで決め打ってくれない村弱いと思うけどね。私を、ごめんなさい。たくま猫を死んで決め打ってほしいかな。これ8番さんからピッチずり入ったビッね。チ釣り。これ謝罪会見しないといけないやつやな。ビッチ釣りやわ ら7わ。番さんを狂人で見てるから、3番から言ってほしいかな。5番の役、潜伏推奨は白いけどね。6番さん、すごく考察良かったから釣りたくないと思ってるよ。4番さん、唯一死んで見てくれたから釣りたくないけどな。これ、女好きあるんじゃないかな。3級でし女好かき見えや。ないけどな。9番さん、LINE 切ってきたね。3から言ってほしいです。
3番のプレイヤーは発言してください。3級あるな。はい、今日は2番さんを振ってほしいと思っているんいますね。本当は7番さんを釣ってほしいけど、僕は釣られるのは最後にしてほしいので、2番さんを釣ってほしいと思っていますね。4番さんは顔面的に白いと思っていますね。4番さんって3級ローを追ったのは、視点がちょっとおかしいと思っていますね。僕が狼で2番がハンターすらしたとき、僕は9番を釣りに行かなきゃいけない発言をしているから、4番さん目線で3級ローを追うのはおかしいと思っていますね。でも4番さんは顔面的に白いですね。潜伏の狼は9時点で5だと思っていますね。9番さんはなんで3番を釣り押すのかな。いやこれ3番さんが急に来るったらめっちゃ死んだけどね。占われたくなかったんじゃないかなって思いますね。時点で5番さんをあげたのには5番さんは4番さんの便乗だったからですね。4番さんは盤面的に白いけど3級ローっていうのは無理があると思いますね。今日は2番を釣って急占いでいいと思っていますね。急に白だったら偽っぽいよね。今は増えるわけだから急を釣ってほしいと思っていますね。はい、他にはないかな。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。これやっぱりたくまさんとマスペーさんは視点がかなり近いから同じ陣営だと思ってるんだよね。犬猫さんの位置で狂人が使用すると利的だからね。犬猫さんは狼か真の占い師だと思うんだよね。わらくんさんとのったんさんとマスピーさんがゆり猫さんの偽物はこれ考え方の違いだからね。でも役職に関しては潜伏でいいよ。偽の占い師が簡単に黒を打てちゃうからね。で、不安なたくまさんが心労論ないって言ってたけど、それも考え方の違いだからね。やっぱり不安なたくまさん強靭だと思うんだよね。これ、片代に狩人いるって、もう9番さん役職すかしてるんだよね、これ。ハンターのことに言及しなかったのは9番さんがハンターの可能性ぐらいしかないよね。あ、約束すかしちゃったから俺無駄りないねこれ。投票を始めてください。あー釣り先言わなかったな。あーちょっとゆり猫さん行くか。いやー3番さんが急に何色を急に黒打ったら死んだからね。のプレイヤーが選ばれました。うわー7に集まんないね。2番のプレイヤーは発言してください。これ3番さん狼なんじゃないかな。私は今から練習してもっと似るように頑張ろうと思うんだけど、よろしくお願いしますね。夜が来ました。目を閉じてください。あまあね、ゆり猫さんはしょうがないね。経験短いからね。うん、ここにいる人結構経験多い人いるからね。どうなんだろう、真かどうかわかんないんやね。英語はちょっと黒かったね。さあ急に黒打ったらめっちゃ新芽じゃない。
勝負行くかな。さんまさん人狼だったら勝負行きそうだな。アコーボンさんスパチャありがとう。アコーボンスパチャ嬉しいね、ありがとう。ちょっと役職潜伏苦労ったらめっちゃ新芽高いんよね。朝が来ました。昨夜死んだのは、うん、4番ワクトキさん噛まれるか。カリアピで見たかな。のプレイヤーは発言してください。8黒黒9白、カリウドの対抗はいない。8黒って打った。じゃあ7番さん釣りだね。7番さん釣り。そうだね、シーン釣ったかなこれ。発言だったら1番さんがちょっと引っかかったんだけどな。5番に対す5番と9番、思考が一緒だった。4番の白要素を拾っていったっていう話の時に、新郎炉をケアして釣り切るという発言を行ったのって5番もしてたんだけどな。その中で言うなったら1番目線って9番が人外でしかないと思ってるから1番目線おかしいんだよなと思ってたんだよな。3番投票に関しては、ちょっとやっぱり2番さん女の子で行きづらいってとこあって、5番の発言が、5番の発言が白いって言ってたから、2番じゃなくて3番が、5番が人外に入ってるって言ったから3番に入れちゃったんだよね。いやー、これ3番のシーンもあるのかな。人外だったら9番に白を、は出しにくいんだよな。3番と9番が狼狼だった場合のみ、3番が9番に白って出しやすいんだけど、そんな分かりやすいことするかな。これやっぱ2番さんのシーンもあるんかな。できるだけ占い師は釣り切りたいけどね。今日は7番さん投票します。はい、はい、よろしくお願いします。6番のプレイヤーは発言してください。はい、4番さんの狩人は追ってないのと、その理由って、やっぱ8番さん占いがちょっと納得いかないかな。8番さんが狼だった時って2番さんに入れないと思う。8番さんが狼だった時って、もう2って強化人狼だよね。だから8番さんが狼で2に入れないと思うから、7番さんが8番さんの、え?ロボタクマ?どうしよう、もうちょっと行こう、これそのまま。8番さんが狼だったら2に入れないから、7番さん死んだったら8番さんの投票先見て知ろうって思うはず。だから、ちょっと、占い先もちょっと黒いから、やっぱ8番さん新狩りだと思うね。7番さんつって3番さんの精査なんだけど、3番さんが9に黒打ったら俺死んだと思ったけど、9番さんに白だからちょっと俺も不安なタクマになってるね。ちょっと4番さん噛まれた理由をちょっとなんか思いつく人いたら言ってほしい。なんかやっぱ理由あると思うんだよね。この3番さんが最後の発言にするために噛んだのか、それとも他に理由がある。あと7番さんの狼薄くてやっぱ黒出して、破綻しても結構いいから強めなんじゃないかなと思ってるから、ニカさんに人狼がいると思ってます。今日7番さん行きます。7番のプレイヤーは発言してください。いや、これ紫黒く入ってるね。8黒なんですよね。僕狂人だったら2じゃなくて3番に行きたいなんてご主人様見えてないのに言えません。8番さん占った理由なんだけど、
まず昨日サンバンさんに投票してる人はあんまり人神はないなと感じました。それは2番と3番で3番の方が人狼目が高かったから。2番さんっていうのはグレー性差がちょっと甘くて興味があったから、だから3番さんに言ってる人はあまり狼目はないなと思っていました。5番さん、やっぱりね、4番さん狩りで落ちてるね、これ。狩りと潜伏が決まれば強いんだけどね。まあ、こういう場合もあるんだね。5番さん、やっぱり無駄になかった。5番さん、初週もね、役職の人は透かさないようにっていうことで、それ5番さんが狩人じゃないっていうのを透けちゃうからね。で、8番っていうのはそこをずっと触れてきてたから。怪しいなとは思ってたし、8番の投票位置って3じゃなくて2だからね。いや、これさ、八郎郎に狂人だと思うけどね。ファクトクさん、5怪しんでたかな。2番じゃなくて3番が狼だと思ってるんだけど。だから今日は8番さんに言ってください。3番さんの偽予想っていうのは占い結果貼るのもすごく遅かったよね。あとね、ちょっと、まあ、それしかもうないんだけど、全人が出てるから、8番さんの意見に惑わされないようにしてください。ああ、そうだね。これ結構きつい場面になってきてるね。8番のプレイヤーは発言してください。ああ、こんばんは。そうだね。とりあえず7番さんは間違いなく人外だから、今回は釣らなきゃいけないと思うんだけど、ちょっともしかしたら妊娠ってあったのかなって思ってきてて、なんかすごい申し訳ないことをしちゃったなっていうか、ビッチ釣りしたのが悪かったなってちょっと思ってます。で、4番さんが噛まれちゃった理由なんですけど、ちょっと思ったのは1週目じゃない、初日の最後の発言の時に、4番さんって改めて、その、なんだ、片代のところに狩人がいるんじゃないかみたいな話を出してたから、もうなんか、狼目線で見た時に、4番さんがすごい狩人っぽく見えたんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんか、だんだんちょっと、どんどんいなくなってきてる。9番のプレイヤーは、発言してください。はい、2週目ですね。今日はとりあえず7番さん、まあ、釣るんだけど、もし、なんていうかな、新郎ローで出てるのであれば、もし、そうしたら、僕が狂人と人を入れるならば、占いは、僕は釣り切り、じゃなくて、決め打つって言うと思うんだよ。もう、新郎ローで出て、僕が狂人だったら。でも、僕の思考でも、釣り切りって思ってたから、そうするともう、村目線は僕のことも村人でわかると思うんだけど、違うのかな。じゃあ、7番は、おそらく、まあ、黒出したから、狼じゃなくて狂人じゃないのかなと思うんだけど、2番のシーンもあるよね。まあ、ビッチって言ってもビッチのシーンの占い師もいるからね。ビッチのシーンの、あ、初コメありがとう。仕事中にたくまさんっぽいの口になるの、決めてはないけど、死にそうなタコマさんってちょっとやめてよ。僕目線は、山田さん、まあ、占い師はもう全部もうやっちゃいたいよね。で、今日は、いや、これ9番さんね、黒くなってるハンターなんかな。トイレ行ってくる。1番のプレイヤーは発言してください。いや、9番トイレ行くんか、ちょっと。あのね、俺ちょっと2番さんの遺言聞いて、2番さん芯ないかなって思った。その理由って、2番さんってグレーセスター一切なく、なんかちょっと可愛い声で死んでたとこがね、ちょっと男にすり寄るビッチかなって思ったとこが、8番さんとかなり視点が一緒だったんだよ、ね。どこにすり。8番さんって初日からすごくなんか役職に関して過敏に反応してたから、
俺8番役じゃないかなって思ってて、そこに7番さんって黒打ってきたよね。で、初日って多分だけど、グレーってかなり2番釣り押しが多かったよね。で、7番さんがそこで2番行かなかったのがね、ちょっと生存欲のなさから、俺、狼はないと思ってて、いやー、これ、いや、7番さん今日じゃないかなって思ってる。ってなると、3番死んで置いたとしたら、俺目線ってもう5黒なんだよね。ほああ、でもうほうほう。8黒もあるんか。ちょっと待って。4が狩りのと、あ、いやでも俺8番さん役だと思ってたからね。まあ今日はちょっととりあえず7行くんだけど、まあいいや、ちょっと3番さんの発言も聞くわ。今日はちょっと7行くわ。ああ、不安な人さん、スパチャありがとう。え？俺似てない？しょうがない。俺寝起きだからね、遅刻してごめんなさい。3番のプレイヤーは発言してください。はい。7番狂人の2号ローだと思っていますね。まず、71ローだった場合は、7番さんは8に白を打って3番を釣り押すはずですね。3番の占いは9番に決まっていたから。原さん、スパチャありが小牧さんとう。喋りが厳一しいです進ね。六はい。強。真面目にやりますね。はい。1、一2ローだった進場合っ六、ていうのは、2番っ何ていうのはそ出るれ。必要がないと思っている俺のが死で、んだよ。7が狂人で1がローだった場合ね、1のロー目っていうのはほぼキャンセルされると思っていて、8っていうのは2釣るっていうふうに言っていた段階で、初週の段階から僕は8が村で置いていました。で、4番は盤面的に白、9番の白を知ったんで、5番がラストウルフだと思っています。いうこと全部終わったかな。はい。じゃあ、たくまさん喋りに、ね、戻ろうかと思います。まず僕いのや、ガ新チ要なんや、素をガ挙げチるなんや。と、僕っていうのは、陣外だったら、9番さんに黒を打ちますね。ハンターは潜伏でいいです。僕は5番さん占って、ほぼ黒が出ると思っていますね。ほうほうほう。僕が陣外だったら、5番っていうのは4分の1でハンターですね。今日は7を釣って僕が5黒出します。出なかったらごめんなさい。はい。1のロー目はないと思っていますね。はい。どうだろう、すり寄りもあるからね。他に特に言うことはないかな。5うん、番さんっていう確かのは、に、7が今日でかっこよったら42出番さないんよがな。3若干進かなって言いつつ、2、3かなって言ってるのに、2、3かなって言ってるのに対して5番っていうのは3を釣りをしていたっていうところが2、5、6。投票を始めてください。さあさあさあ。ありえん。ほらじゃなこれい役ぜ。職潜伏のメリットが出たかな？まあ、ファクトキさん役職内の透かして狩りっていう可能性もあるからね。7番のプレイヤーが選ばれました。さあ、これ噛まれるんかな？悟空さん。7番いやね、の俺プ Q レイ怪ヤーしがんでる発か言してら。くださ。いや、その進行完全に弱いと思うんだけどね。俺狂人だったら2じゃなくて3に行くなんて言わないけどね。で、今3番さん声変えてまで考察してたんだけど、この生存意欲の高さで、やっぱり狼、3番さん狼だと俺思ってる。だから38ロールで決まりなんだけどね。これ狩り落ちてるからね。8番さんもちろん地神はないと思うんだけど。あ、どうもポプテピピックさん、スパチャありがとう。コロナウイルス気をつけて。あ、気をつけます。ポプテピピックさんも気をつけてください。やっぱ、狩人潜伏強いと思ったんだけど、今回うまく決まらなかったね。はい。お手洗い行ってきます。お手洗い。さあ。これ、どうやろ、悟空さん噛むんかな。けど、神考察できるよね。
寝坊のたくまさん噛んだらご黒やろ。俺噛んだら9黒やろ。俺9の狼追ってるから、俺噛まれたら9人狼、1が噛まれたら5が人狼、8が噛まれたら2か3にしんやろ。紙考察できるよこれ。紙1で分かるんだから8紙が一番分かんないかな。5は噛まんやろ多分。1と3が5を黒塗りしてるから。さあこれね、俺不安なたくまさんがハンターじゃないかなと思ってんだよね。朝が来ました。どうだ、昨夜死んだのは。うん、悟空さん噛まれた。8番。さあ紙考察がちったねやな。9番のプレイヤーは発言してください。やるから戻りました。やっぱ8番さん新狩りだったね。やっぱ7番さん新名なかったよ。なんかファクトキさん5怪しんでなかった。ちょっとビーチだけど、ビーチか知らないんだけど、新名上がってきたよね、ちょっと俺わざと9怪しもうか。俺三振あると思うけど、わざと9怪しむふりしようか。1番っていうのも、1番も黒っていう目線を持たなかったのが、まあ、3番さんちょっと新芽落ちるよね、やっぱ2番さんが死んだったと思うんだけど、これ難しいよね、まあ、今日3番さん行くよ、爪切りはもう完成したいから、あ、たくまさん、スパちゃん、ありがとうございます。インフルエンザじゃなくて、インフルエンザ、いや、今コロナだから、本当に気をつけてね。本当にマスク売り切れてるみたいだから、本当に買い占めといてね。あ、売ってないんだ。ごめん、本当に。けどこれ、ゴマハンターだったら破綻だからね。あ、なんかお手洗い行きすぎても手も、もう指紋なくなるよ。あ、ちょっとコンビニ行ってきます。1番のプレイヤーは発言してください。いや、9番さんに一つ言っておきたいんだけど、たくまはコンビニ行かないからね。あのたくまは基本スーパースーパーでね、今日ちょっと三つでね、ちょっと待ってね。いや、サンキューロードだった場合で、わざわざ遺言が黒かったあの2番さんのシーンを追う必要がないと思ってるんだね。今9番さんって2番のシーンちょっと追ったんだけど、だから3級のラインはないと思ってるんだよね。で、7番さんってもう破綻しちゃってもこれちょっとかわいそうだけどね。お手洗い行き過ぎたかな7番さん。お手洗い、俺今日もちょっと気持ち的に5をめちゃくちゃ行きたいんだけど、まあとりあえず3行くわ。まあ最悪4番さんって新郎を追ってたから、1、あ、でも9番さんって3行くって言ったのか。いやいや、とりあえず3行くわ。でも現状俺ラストウルフ5だと思ってるけどね。あの正直5番さんの黒寄せってそんなにないんだけど、俺三振結構見たか、申し訳ない、間違えた。三振かなり見てるから、ちょっと三番さん死んだらしっかり発言してほしい。かな。はい、特に言うことありません。ちょっと面白いこと考えてたんだけどね。もうちょっと寝坊して、ほんと申し訳ない。三番のプレイヤーは発言してください。まず、僕が新占い師ですね。まず、新要素。
コイン追加3回もしました。コイン追加、ね、7、2はコイン追加1回と2回しかしてない。あ、小さな3回した。1回枠は変えるかもしれない。枠は変えるのは出るべきだと思ってますね。はい。ちょっとやるかどうかはちょっと考えてみる、ね。たら終わりですね。はい。なんだろう。急視点で1の黒を追っていて、1目線で6の黒を追っているっていう風にならないと、今日5を釣れないはずですね。はい。ん？何言ってんだ？ごめんね。新郎ローケア。新郎ローケアだった場合って、ちょっとごめんね、変に沼ったからちゃんと真面目にやりますね。はい、真面目にやります。今日は絶対5をつけてください。5番っていうのは、僕目線っていうのは5、2ローの7強陣です。4番っていうのはね、噛まれている4番っていうのは3の芯を追って、2、3で2釣りたいっていう発言を残しています。5番っていうのは、1日目の2周目の段階で2か3を釣りたい、7が芯かもしれないという発言を残してきます。はい、5番が7を釣り押した場合って、4番目線で5、5にヘイトが溜まることから、5っていうのは、4の便乗をして、2、3の欄に持っていったってところです。はい。9番さんに説明すると、1のロー目が薄い理由についてなんだけど、7、1ローだった場合っていうのは、7、1ローだった場合っていうのは、7に対し、7は8に白を打つ、ね。7が破綻してしまった場合って、ね、7が釣られて3が1に白とか黒とか出た場合って、1ってめちゃめちゃきつくなるからね。1、2ローだった場合っていうのはそもそも2が出る必要がない。だから1っていうのは盤面的に白弾き。同様に8もほぼ白弾き。で、なった場合っていうのは自分目線っていうのは最初から9か5になるわけ。はい。これで伝わんなかったら悲しいな。5言ってください。以上。5番のプレイヤーは発言してください。いやー、追加した自分が言うのもなんだけど、コイン精査したら生存欲出してる狼って考察が落ちるからね。まあ。やっぱ2番シーンだったな。ああ、2番は残しとくべきだったかなと思ってるよ。やっぱり女性って白いんだね。もうこれは確実に、これは確実に2番がシーン。ありがとう。いやあ、三角黒。ああ、つったら、もうつらんと欲しかったな。もう3番のシーンなんて蒸らして切れると思うんだけど。6番さんわかるかな？この盤面で6番さんを追うのはちょっときついかなと思ってるからもう村で弾いてるんだけど。3番が1番を考察に入れなかったのがちょっと今言ったけど今までなかったからね。わかんないよね。1番さん単体で8番の言ってることが一緒だったら、1番目線2番の芯を追うべきだと思うんだけどね。ああ、けど盤面で考えるなら、安直に考えるんだったら3球なんだよ。けど9番がいい視点持ってて、1番さんの黒を追わなかった3番が怪しいって言ってるんだよね。票回収されてんのかな。これどうしよう。3番に絶対行きますけど今91ですっごい悩んでます。いやーこれどっちだろうな。ああ、いやーやっぱり女性は白だよ。合ってたね。6番さん。6番のプレイヤーは発言してください。はい、俺9番さんか5番さんで悩んでんだよね。1番さんはないと思ってて、さすがにもう7番さん破綻だよね。7番さん破綻だから7のシーンないね。けど狼だったら黒ちょっとリスキーだからもう釣られに来た今日って見ると、2か3が人狼だよね。2か3が人狼ってことは、もし7強で1で囲われてたら2か3人狼出ないから1番さんの狼が一番ない。ただ9番さんって初日釣られそうで、3番さん出てきてるから1番さんが9釣りをし、俺も9結構怪しんでたんだよね。だから、3球のラインはあるんよね。だからまあ一応3番さん言っとこうか。まあけどここは判
ッターがいるのに黒が打ったのはちょっと新芽が高いけど、まあちょっと俺タクマだったら決め打つけどね。どうしよう、決め打った方が楽しいけど、ここは安定でいこうか。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。さあどうなるかな。3番のプレイヤーが選ばれました。安定取ってるから6は偽だ。3番のプレイヤーは発言してください。はい、じゃああと盤面整理はしたし、思考開示もしたし、今日は最後にたくまさんに、たくまさんのモノマネで僕の新芽を受け取ってほしいと思っていますね。僕が狼で三九郎だった場合、1日目にも言ったけど、みんなのどちらかがハンターすらしたら、僕っていうのは相方を釣りに行かなきゃいけなかったですね。それって狼ムーブとしてとっても弱いはずですね。9、3入れてるからね。だから3、9は切れてるってしっかり理解してほしいですね。5番がラストウルフです。はい。まあこれ。待ってね。コイン追加も決めよってもよかったけどね。ますね。5番がコイン追加をするのが生存意欲の高い狼だって言ってましたが、おかしな理論ですね。5番さん、狼は喋れば喋るほどボロが出るはずですね。5番さんっていうのは6番さんと同陣営を主張するのであれば、喋れば喋るほど死んだよっていう思考ですね。そこを3の黒要素としてあげるのは、5番さんっていうのは神なしやろな、できない人狼だからですね。2号路7狂人です。5番さんは他の人と思考が最初から違いましたね。これが5番さんの黒要素です。5番を釣ってください。以上です。どっちかっていうとヘンリーさんに似てるね。ねえ、言うの。いやー、まあ昨日決めてもよかったけどね。ちょっと決め打ってもいい、よかったけど、まあ一応安定で。今度俺黒くなるからね、三六陣で追われちゃう可能性あるから、一応3に行ったけど、まあ5ハンターいるのに黒落ちはシーン高いよね。これ不安なタクマさんがハンターだろうね、多分。まず3級人狼がないのが、初日9番さん3に入れてるから3級ないんだね。だからもうほぼ9は白だわ。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。噛まないね。9番のプレイヤーは発言してください。ああ、これ山田ハンターがいるってことだから、俺役ねないから、もし5番さんが狼だったら6、1のどっちかにハンターがいるって思考なんだけど、5番さんがさっき黒出されてハンター仕様なかったっていうことは、1がハンターか、16のどちらかにハンターがいるってことになるんだけど、2級だったら書こうよな。そうしないとハンター潜伏の意味がないから、
ちょ、5番いっていいと思うんだけどな、あと3番さんに関してはもう途中で中の人が出ちゃってる。あ、中の人ってダメだ。これたくましかいないから。そこも生産に入れちゃうと思うと難しいんだよな、本当に。あと、1番さんにとくんだけど、いや、コンビニも行くよ、本当に。だって24時間やってるから、そら行く気はないよ。うん、マスピーさん反対やね。どこのコンビニか言わないけど特定されるから、今日5番行っていいと思うんだけどなーって。ハンターさん何してるの？これ7番さんが狂人じゃなくて狼で動いてるっていうのもあるよね。で、3番さんが狂人でみたいな。あ、そう、狂人なの？もうわかんないよね、これ本当に。1番のプレイヤーは発言してください。え？ 9 番さんってコンビニ行くの？ああ、そうだったんか。いや、ほんと申し訳ない。雑なスーパー塗りしてしまったわ。ほんと申し訳ない。いや、昨日5行くって言ったんだけど、ちょっと今の9番さんの発言聞いて、ああ、わかんなくなったな。俺6番のタクマの狼はもう追ってないんだよね。やっぱ初日からかなり視点が一緒だったから。だから俺は6番村だと思ってるから5、9どっちかだと思ってる。ただね、2番さんってやっぱ遺言で死ん、追えないんかな。そうなると7番さん破綻してるから、もう俺目線って極路なんだよね。いやー、ちょっと、ああ、難しいな。いや、もう俺いつも1外すからね。これ当たったの見たことないって誰か言ってたな。ハンターつろ。ちょっと5番さんの発言も聞くけど、俺現状5に傾いてるから、うん。やっぱ占い師で言うと3番さんの発言が一番かなり芯高かったんで、まぁ、ちょっと5番さん村側なら頑張ってほしい。うん。5番。のプレイヤーは発言してください。狭まないな。これどうすかな。いや、ハンターに打たせる。一番ちゃんの3が死にきれないのがわかんないな。3番ちゃんってご苦労出てもごつりだけで終わるのに、今日はごつりって言ってるの。プラス、ハンター出そうとしてるんだよね。3番視点ってもう全人が入れてるから出さなくていいんだけど。あ、ハガさん、スパッチありがとう。なんでそこに1番ちゃん気づかないかなと思ってるんだけども。タコマってことはタコマではないから、タコマ目としては偽タコマ。9番ちゃんが昨日の時点で1番さんに対する考察は良かったんだけどな。ここに来て5番でいいっていう思考とすんだったら9番ちゃんちょっとやっぱりライン追わないといけないかなと思ってるな。ちょっと難しいんだよな。6番ちゃんに任せようかな。6番ちゃんに任せて。どっちかっていうと9番ちゃんの方が高くはなると思ってるんだけど、これ難しいな。1番ちゃんの芯が切れ、3の芯が切れない要素がわかんないんだよな。いや、女性は白だよ。女性は白。やってるんだけどな。どっちなんだろう。6番さんが1番を白く見るんだったら9番行こうかな。止まってるな、これは。6番のプレイヤーは発言してください。まあ、ほぼほぼ5番さん狼で見てるけど、ちょっとこれハンター出ようよ。新タクマはエンターテイメント人狼が好きだから、これハンターに打たせよう。ハンター誰？寝坊のタクマさんでしょ、ハンター。
これハンター出ないと無駄りないよ。お、了解。じゃあ今日ちょっと、寝坊のたくまさんに見せ場を作りましょう。皆さん今日寝坊のたくまさんつって、寝坊のたくまさんに白いの発砲してもらおう。今日はじゃあ、皆さん、寝坊のたくまさんの発砲を見てエンターテイメント人狼行きましょうか。じゃあ今日一釣りに投票はしてください。投票を始めてください。信じてください。私は決して悪人ではありません。いやー、これどこに発砲するやろ。1番のプレイヤーが選ばれました。さあ、どこに発砲するか。エンターテイメント人狼。おお、撃った。発砲。5番のプレイヤーがハンターゲームし、ナイス発砲。フィッチで申し訳ない。ナイスナイス。いや、いいね。こういう発砲で勝つのがいいね。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。